ミニーミです最近購入したアイテムを紹介しますロルバーンスケもともとロルバーンのノートをこれなんですけど使っててとにかくカラーが可愛くて表紙のデザインそしてゴムがついてるのでバッチリまとまるという,こう大好きなノートブランドですそのロルバーンのスケジュール帳買いました サイズもたくさんあって迷ったんですけど持ち歩きやすい手のひらサイズそしてカラーはゴールドにいたしました眩しいぜ一見シンプルなスケジュール帳なんですがすごくこだわってるんです髪の色がクリーム色クリーム色って普通の真っ白の髪よりきつくないじゃないですか。だから、 脳がリラックスできていろんなアイディアが湧きやすくなるんですってまさかのノートでリラックスカラバリが豊富なんと16色ぐらいありました色迷ったんですけどキラキラしててかっこよかったんでゴールドにしましたビニールポケットがありがとよー オルバーンのノートの後ろには必ずビニールのポケットがついてるんですよこのサイズ手のひらサイズであればちょうど小さめの写真であったり、まあ、名刺とかレシートとかなんかをとりあえずここに入れるっていうだけでも本当に楽だと思いますスケジジューール帳だけどメモページがたくさーん。スケジュール帳なのにメモページだけで165ページあるんですよ。 このカレンダーのページに書ききれないものも確実に書ききれますそんな何よりもこのデザインがかわいいロルバーンのスケジュール帳並びにノートももちろんですね皆さんぜひ使ってみてくださーいこういうの持ってれば持てるんじゃないすかねえ Mabushi, 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 mabushi.